エクシリム携帯 CA-005 はカシオ計算機及び NEC カシオモバイルコミュニケーションズが日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN の携帯電話である2010年の夏モデルのエクシリム携帯で CA-003 の後継機種また同社製のカシオ日立モバイルコミュニケーションズ名義で 開発された機種としては、最終モデルとなる。日本国内のエクシリム携帯としては、初となる IPX5、IPX7 相当の防水機種で、カメラの有効画素数は、日本国内の携帯電話では初めてとなる。約13メガピクセル CMOS を搭載している。赤外線通信は、W53CA から CA004 までの、貸し置機は、R シンプルが採用されていたが、 この機種より W52CA 以来のイールダにスペックダウンとなった。またマイケロスディスロットがカシオの防水機種で初めて外側に配置されている。従来のエクシリム系大機と同様、背面側にカメラレンズやロゴを目立つ形で配置したデザインとなっており、メインディスプレイを外側に向けた状態で折りたたむことによってデジタルカメラのように操作することができる。 薄型化も重視されており、突き出たレンズ周りの部分を除いた厚みが14.5ミリという、防水に軸折りたたみ型の形態としては、発売時点で、サイウスクラスとされる、薄さを実現している。先代の CA003 同様、背面部は全体が継ぎ目のない電池カバーとなっており、本機ではそれに防水パッキンを一体化させることで、防水と薄型化の両立を実現している。 レンズリング部分は仙台同様に発行部を兼ねているが、本機では7色マルチカラー発行に対応し、着信時には相手に応じて異なる発行パターンを設定することができる。購買層としては男女を問わず思い立った時にすぐ写真を撮りたいという欲求を持ったユーザーが想定されている。カシオ計算機の携帯電話にはこれまでもペンギンなどのキャラクターが設定されていたが、 本機のマスコットキャラクターにはアヒルの横眼のストラップが設定されており、これは本機が防水仕様であることにちなむ。3種類用意されているイージー携帯アレンジの一つ、アヒルのテーマでは、待ち受け画像やメニュー、メールの送受信アニメーションに、エクシリム携帯に祝えられたストラップのアヒルが登場し、特に待ち受け画面では、台所や風呂場、洗面所やトイレといった水場を舞台に、 様々な冒険を繰り広げるという内容のアニメーションが描かれる。本体色がライトグリーンおよびホワイトのモデルでは、このアヒルのテーマがデフォルトに設定されている。以下には上記の機能、対応サービスに含まれている、以外の本機にプリンストールされているアプリやコンテンツを上げる。2010年7月7日に、以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。 ありがとうございます。